さどやさ、しょうこれでございます。もう残すところあと何回かですね。この動画も2016年ね。で、今日はちょっといただいたものを紹介しようと思っています。こうね、動画をやっていく中で仕事上の付き合いっていうのがもともとですけど、いろんなメンバーがいますよね。でその中でメンバーの中にも彼女というものがいたりいなかったり、そういった中で非常に変な距離感といいますかね、相手方はもちろんその方の彼氏なり何なりが動画に映ってますから、それは見てくれますよ。で僕のことも知りますよ。だけど僕はその人に直接会ってないみたいな、なんかこのもどかしい感じがあったりなかったり、なんかそういった中で、くるみんというですね、非常にもうこの子は進行が長い、2016年ないし2015年からかな、もうプレゼント交換みたいなことをね、やって非常に仲良くさせてもらってる子がいるんですけど、一番最初はそのね、くるみんの誕生日に、お世話になってるっていう言い方もおかしいんだけど、うちのものがお世話になってますっていう形で彼女の誕生日の時にちょっとしたプレゼントをあげて、しょうこれ T シャツも一緒にねあげたんだけど、そっからこう何回かこうそういうやり取りがある中で、まず餃子のキーホルダーをもらいましたよ。そして、写ってますね、この後ろにある熱海と書いてあるトレー、これもちょっとプレゼントでもらいましたよ。もうね、袋でネタバレは強いんですけど、ジグゾーパズルのお店っていうところで購入してくれたみたいです。クリスマスプレゼントかなね。もうちょうど出したのが後ろだから、皆さんにはここのピントが合ってるかどうか分かりませんけど、いきます。純国のナイトメアね、300ピース、完成サイズ 26×38cm、真ん中にそびえ立つのはポルシェに乗っているジン、そして赤井秀一、安室透ね、公安と FBI、 そして黒の組織、そしてフェニックスですか、ポケモンのポニータみたいなやつに乗ってるコナン君ね、映画のポスターだね。この僕はジグゾーパズルの300ピースっていうのが難しいのか難しくないのか全くわからない。これをね、お正月にやるにはもってこいなんでやりたいんだけど、額がないんですよ。これもさ、完成したらもちろんこの動画の背景に使いたいわけですよ。それでなおかつね、宝の持ち腐れのように 5DMark IV が家の中でゴロゴロしています。もちろん仕事で使ってるんでしっかりと機能はしてるんですけど、この YouTube 上といいますか、この僕のインテリアとして何も形に残せていないのが現状です。それは GH4 も含めなんですけど、 GH4 はこうやって動画を撮ってるんで、これはこれで動画に貢献してくれてるんですけど、写真というところで何かこの背景、ここをねいじくりたい。で、今まで買ったこういう子たちがね消えていくのもあれなんで、どうにかして画角を変えるか、それともこの後ろの棚を1個どけて額を壁面に貼って、もうこのパズルしかり、何かメンバーの宣材写真じゃないけどなんかかっこよく撮れたメンバーの写真とかを飾ってみたりとか、いろいろと変えていきたいなと思ってはいます。画角をこう上げてここに置くっていうのも手なんですけど、なんかちょっと違うよね。なんとなくね、なんかこのごちゃごちゃした感じが僕としては好きなんであれなんだけど、ちょっと綺麗にするか、ちょっと2017年はいろいろとこの背景側に力を入れて変わったなと思ってもらえるような動画作りをしていきたいなと思います。さあ、というわけでこの後引き続き2016年最後のダラダラトーク収録になります。ではまた明日。しょうこれでした。